本日の試合は準々決勝チェルシー対バルセロナ、この試合の模様をお届けしてまいります。さあ前半見ていきましょう。チェルシー対バルセロナ、強豪同士、世界でも注目の一戦です。今日はそれぞれにスピードと連携が機能するワールドクラスのゲームが期待できるでしょう。ルベン・カストロ、さあユベティッチへ、トッティ、エリゼウ、トッティ、チャンス抜けた、イブラヒモビッチ、チャンスだ、ゴールに向かっていく、イブラヒモビッチ、イブラヒモビッチ、キーパーとの駆け引き、見事勝利し得た1点です。いや、決めて当たり前なシーンこそ、こちらは重くのしかかってきますからね。特にこういった1対1のシーンでは、瞬時にキーパーの動きを見てコースを決める冷静さが必要ですからね。まあそういったものを背負いつつも、もう確実に決めてくるあたりが素晴らしいですよね。さあチェルシー先制1対0です。ヨベティッチへ、このボールはルベン・カストロへ、チェルシー3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。チェルシー3点をリードし、試合を優位に進めています。ロドリゲス、もう40分です。イブラヒモビッチからトッティ、ポグバ、イブラヒモビッチがこの試合得点を挙げています。トッティに渡る、トッティ、ゴール、チェルシー大量リード、絶妙なタイミング、ライン際の駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、出し手と受け手の一つ、積極的に仕掛ける姿勢がゴールを生み出しましたよね。トッティ今日2点目です。さあチェルシー、ゲームの主導権を完全に手中に収めています。
して前半を終えます。波乱の前半、誰が予想できたでしょうか。しかしまだ45分あります。引き続き展開を見ていきましょう。チェルシー大量リードで折り返します。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。ポグバ、ボアテン、トッティ。北澤さん、今日の出来なら3点目もあるかもしれませんね。そうですね、特にシュートにキレがありますからね、狙ってるんじゃないでしょうかね。ゴール、チェルシーさらに突き放します。スルーパスからのゴールでした。ラインギリギリだったでしょうか。これは際どかったですね。最後のスルーパス、縦に入れたボールもね、もう何かこうゴールを奪っていくぞっていう勢いのあるようなスルーパスですよね。トッティ、当然ハットトリックということになります。さあチェルシー、圧倒的な強さを見せています。オーリエ、ガビ、ヨベディッチ。チェルシーとしてはやっぱり後半入っていきなり点取ってますからね、いけるっていうチームのムードになってますよね。ガビ、ルベン・カストロ、デウロフェウ。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。チェルシーとしては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙が決めた。チェルシー全く手を緩めません。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。いやー、もうこのクラスの選手になると動き出すタイミングやボールを受けるイメージがもう体に染み付いてるんですよね。これがワールドクラスのゴールですよね。今日2点目のゴールです。チェルシー、さあどのタイミングで交代のカードを切ってくるのでしょうか。オドメル、エンゾンジ、ガビ、ヨナス・ヘクトル、ガビ、ヨナス・ヘクトル、パイエ、ガビ、ルベン・カストロ。サイドへ味方を走らせますが、これは合いません。ポグバ、トッティ、さあイブラヒモビッチ、ハイエ。残り10分です。ガビからヨベティッチ、ルベン・カストロに渡る、シュート、ゴール。ルベン・カストロ見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありでしたね。そうですね、ここは積極的にボックス内まで持ち込んでゴールの確率を高めてからという考え方だったんじゃないでしょうかね。いや、しっかり決めてきましたね。さあバルセロナ一矢報います。ポグバ、ボアテン、残り5分を切っています。ロディ、ポグバ、アメス・ロドリゲス、ボアテン、アメス・ロドリゲス、ここで笛です。6対1。
チェルシーまた一つ決勝への道を進めました。前半のゴールがそのまま決勝点。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。チェルシーこれで準決勝進出となりました。